初秋、1942年、キャンバス、油彩、91センチ ×116.5 センチ、個人像。街角の風景に工作する何本もの線。病雨の屋根に反り返る塩尾石。木造日本家屋の山形の屋根、西洋風の小さな家など。 多種多様な建築物によってリズミカルで美しい画面が構成されている。力強く伸びる紅葉樹の枝と緑陰に包まれた風景が描かれることにより、初秋を迎えてもなお衰えることのない旺盛な自然の生命力が表現されている。木製の作法に干されている洗濯物や、 手すりの外に広がる小さな世界に目をやれば、あなたものんびりと安らいだ気持ちになるだろう。一、作画地点。陳腸派の子孫の記憶によれば、この作品は、乱以外急遽のベランダから、南の方を見て描かれた作品のようである。左側に見える宝塔と、 屋根の胸は、恩霊マソ病の裏手で、右側の樹木は、露地紙に植えられた龍眼の木だろう。時の流れとともに、陳朝派急遽の外観も大きく変化し、この絵にあった手すり付きのベランダはもうなくなっている。二、二枚のデッサン。陳朝派が残したデッサンノートの中に、 この油彩画と関係のあるスケッチが2枚ある。そのうちの1枚は子供を抱いた妻、長生がベランダの手すりから外を眺めている様子で、もう1枚は初秋の原稿だ。このデッサンと油彩画を入念に比較してみると、最終的に完成した作品は空間的な配置を 何度も細かく変更したことがわかる。三、画作の題名。日本当時時代において政府が主催した美術展では、書集はありふれた題名だった。例えば、李拓藩や両慶春、洋三郎などの画家も、書集の頃を描いた風景画で入選を果たしている。 これらの作品を見比べてみよう。画家たちが表現しようとした書集に、共通点や相違点はあるだろうか。4. 流景のジェンネン。ジェンネンとは、切った磁気片を漆喰の表面に貼り付けて、いろいろな模様や形を作る、中国南部特有の民間工芸である。 台湾に伝わってからは、寺廟の屋根や章と寺廟の壁面の主要な装飾技法として使用されている。陳朝派はこの作品の中の緑印に、竜の形をした前年を意図的に溶け込ませているが、どこにあるかわかるだろうか。五、草竜拝刀と草竜草樹。 台湾の屏風を飾る前年には多くのモチーフがあり、その形も様々だ。この絵に見える草竜拝刀と草竜草樹は胸の端によくある厄よけの装飾であり、七級宝刀とマニシュは仏教由来の概念で、清流は持病を守護するだけでなく、雨乞いによって 持病を火災から守るるることとができるとされている 6. 日,本建築日本当時時代には日本の本国からの移民が台湾に定住するにつれ多くの日本家屋が各地に建てられた絵画の中に描かれている建物の側面を見ると屋根の胸には鬼瓦 ハフの上部には通風用の窓があり、外壁は下見板張りになっている。このような古い日本家屋は現在でも鍵市内で見られる。7. 立木と構図。画面の片側に配置された大樹の枝葉が傘のように空を覆っている。この描き方は 沈潮派の風景画でよく使われ、画面の端に向かって伸びる木陰が、初秋の自然環境と、この字の植物の生態を表している。このような描き方は、視覚効果において画面全体の奥行きを深めるとされている。